ちゃん、大丈夫？うん。学校がなくなる、学校がなくなる。はなかちゃん、すごい落ち込んでる。そんなに学校好きだったなんて。違います。あれは多分勘違いしてるんです。勘違い？どうしよう、全然勉強してないよ。え、だって学校なくなったら別の高校入らなくちゃいけないんでしょ。受験勉強とか編入試験とか。やはり。ほのかちゃん落ち着いて。小鳥ちゃんと海ちゃんはいいよ、そこそこ成績いいし。でも私は。だから落ち着きなさい。私たちが卒業するまで学校はなくなりません。学校がなくなるにしても今いる生徒が卒業してからだから早くても3年後だよ。よかった。いや今日もパンがうまい。太りますよ。でも正式に決まったら次から1年生は入ってこなくなって、来年は2年と3年だけ。今の1年生は後輩がずっといないことになるのですね。そっか。ねえ、ちょっといい？はい。誰？生徒会長ですよ、南さん。はい。あなた確か理事長の娘よね。はい。理事長、何か言ってなかった？いえ、私も今日知ったので。そう、ありがとう。ほな、あの、本当に学校なくなっちゃうんですか？あなたたちが気にすることじゃない。